社会人の俺、田中優斗は不動産営業のサラリーマン。毎月のノルマに追われながらもそれなりに楽しく働いている。まあ他人から見たら平凡な社会人なんだろうけど、あの頃から考えるとよくここまで持ち直したものだと思う。実は高校の頃、俺はちょっとした不良だったのだ。売られた喧嘩を買っているうちに評判に尾ひれがついていき、いつの間にか最強の不良とか呼ばれてたっけ。もともと目立ちたがりじゃないのもあって、卒業と同時に引退したけど、そんな俺を今の会社は元気があっていいと雇ってくれた。更生の機会を与えてくれて本当にありがたいと思っている。おかげでこうして曲がりなりにも社会人をやれてるし、少しでも恩返しできるように頑張らないとな。ただいま戻りました。外回りから帰ると営業部長の才川彩音さんが暗い顔をしていた。ああどうしよう、今月営業部全体のノルマに全然届いてない。このまま月末を迎えたらまずいなんてものじゃないわ。うちの社長、成果の上がっていない部署には厳しいですもんね。そうなのよ。詰められること考えたら胃が痛い。田中君、ドーンと景気のいい契約取れてたりしない？と彩音さんはすっかり泣き言モードに入ってしまっている。そうだ、姫川さくらの会社に営業かけてみるのはどうでしょう。あの会社、確かに飛び込み営業も受け付けてるみたいだけど。姫川さくらというのは30歳にして一代で大企業を築いた美人社長。俺たちの業界ではちょっとした有名人だ。そりゃあの人に認められれば契約を結んでもらえるかもしれないけどさ、ほとんどの営業マンは容赦ない態度を取られてるらしいじゃない。そうなんですね。やっぱりうまい話なんてないのよ。本当かどうか分かりませんけど、姫川さくら元レディース総長だって言いますし、ますます怖い。なるほど、と俺は妙に納得してしまう。確かにレディースで総長まで務め上げたのなら半端な女性ではないだろう。というか姫川さくらという名前、どこかで聞いたような気がするんだけど。あ、もしかして。俺が不良をやっていた頃、とんでもなく強いレディースがいたことを思い出す。そいつの通り名は確か夜叉姫さくら。姫川さくらのことか。強さと冷徹さを兼ね備えたレディースで、俺も何度か相まみえたことがある。なるべく直接やり合わないようにしてはいたけれど、まあ今となっては懐かしい思い出だ。あの女総長であれば社長になっていても納得ではある。よし、姫川さくらの会社に行きましょう。彩音さん、大丈夫かな。ひどいこと言われて追い返されたりしない？それでも背に腹は変えられないでしょう。ここは逆転のチャンスにかけるべきです。俺は彩音さんと一緒に姫川さくらの会社へと向かった。先約の営業さんが社長と話してるみたいね。俺たちはここで待ちましょう。うう、緊張するな。先約の営業マンがプレゼンを申し込んでいるのがうっすらと聞こえてくる。そんな条件をうちが飲むと思っているんですか。舐めるのもほどほどにしないと痛い目を見ることになりますよ。この声って社長さんだよね。失礼しました。こっぴどくやり込められたのだろう。営業マンが逃げるように退散していく。田中くん、やっぱり帰らない。契約成立する気がしないよ。もう行くしかありませんよ。覚悟決めましょう。本日は貴重なお時間をいただき誠にありがとうございます。前置きは結構です。どうぞ御社のご提案をお聞かせください。先ほどの営業さんのようにならないことを祈ってます。やはり早速圧をかけてきたか。私のプレッシャーの前でひるまないものはこれまでにいなかったわ。さあ、あなたも情けない姿を晒しなさい。なるほど、先手必勝というのは喧嘩も仕事も変わらないってわけだ。しかしあいにくこのくらいのプレッシャーに耐えられないほどやわじゃないつもりだ。まったくひるまないですって。どうやら遊び半分でここに来たわけではなさそうですね。ええ、こちらも本気ですから、弊社の提案お聞きいただければ幸いです。その超然とした佇まい、どこかで見たことがあるような。もしかして鬼人王優斗、最強の不良田中優斗。ええ田中君、そうなの？早々に気づくとはさすがですね、姫川さくらさん。いいえ、夜叉姫さくら。気づきもするわよ。
当時地元最強のレディースチームが唯一恐れたのがあなただもの。自ら手は出さないけれど、売られた喧嘩は万倍返し、一人で100人を返り討ちにした大抗争のことは語り草になっていたものよ。何、降ってきた火の粉を払っただけです。その眼光を見る限り今もなまってはいないようね。そちらこそ、夜叉姫の二つ名は伊達じゃない。当時もその強烈な圧で波いる男たちをビビらせてましたね。波の営業マンならこうして話すことすらできないでしょう。あの頃の因縁を私が今返すこともできるけど、あなたはそれを全く恐れていないようね。俺の知っている姫川さくらは昔のことで逆恨みをするような人じゃない。当時はバチバチやってたけど、それくらいは分かってるつもりです。そうね、あなたの言う通りよ。そう言って姫川さくらは微笑みを浮かべる。ガチで来るやつにはガチで答える。今もあの頃もそれは変わらない。あなたもそうでしょ、田中優斗。俺は持ってきた資料を姫川さくらの前に差し出す。こちら弊社の新規企業様向け物件となります。ご紹介させていただくのはあなたが初めて。駅前好立地、敷地面積も申し分ないでしょう。御社の事業計画にふさわしい物件であると自信を持って提案いたします。案件の資料に姫川さくらは目を通す。いいわ、あなたたちと契約を結びましょう。本当ですか。ええ、田中優斗に感謝することね。私、あなたのような強い男が好きなのよ。仕事上の褒め言葉として受け取っておきます。あの頃からそうだけど、クールなのね。ぜひあなたの会社とは今後もお付き合いしていきたいものだわ。姫川さくらの会社を出るなり、あやねさんが俺の手を握ってきた。田中くん、本当にありがとう。今回の契約で営業部の成績も一気に改善したわ。ありがとうございます。お役に立ててよかったです。それにしてもあなたが鬼人王とか呼ばれてるなんて、人は見かけによらないものなのね。あやねさん、何気に失礼じゃないですか。嘘嘘、感謝してるわよ。その翌日、田中くん、姫川さくらからメッセージが来てるわよ。あなたと会うアポを取りたいんですって。俺と？どういうことなんだろう。ゆうたくん、来てくれてありがとう。俺を呼び出すなんて、法人向け案件の買い増しでも考えてくれてるんですか？それもいいわね。あなたがうちの会社に入ってくれたら、今のところの退職金代わりに買ってあげましょうか。ゆうたくん、私、あなたのことがすっかりお気に入りになっちゃったの。どれほど窮地に立たされていても、常にギラついているその目つき。ぜひうちに来てほしい人材だわ。正式にオファーを出させてくれないかしら。夜叉姫と鬼人王が組めば無敵だと思わない？そこまで言ってくれてありがとうございます。素直に嬉しいです。だけど、オファーを受けるわけにはいきません。条件面については、かなりいいものを用意するつもりだけど、今の会社には雇ってもらった恩義があるんです。裏切れません。そう言うと思ったわ。あなたは昔から恩や仁義を重んじる人だったものね。せっかく誘ってくれたのにすみません。謝らなくていいの。むしろますますゆうたくんのことを気に入っちゃった。とりあえず今日のところは企業向け案件を一つ追加で契約させて。いいんですか。呼び出したのに手ぶらで返すわけにもいかないでしょ。私に恥をかかせないで。ありがとうございます、さくらさん。また売れたの？どういうことなのそれ。さくらさん、すごくいい人でした。田中くん、すごいわね。完全にうちのエースじゃない。あなたがいなかったらと思うとずっとするわ。それはそうと、俺の過去のことってみんなには内緒にしておいてもらえますか。あんまり目立つの好きじゃないんです。なんだかもったいないような気もするけど、わかったわ。これからも頼りにしてるわよ、田中くん。それからもさくらさんからの勧誘は続いた。こうして二人で食事まではできるんだけどな。あなたの心を動かすにはまだ時間がかかるようね。こんな俺に会いに来てくれるなんて、いつも嬉しく思っています。ただ俺にはまだ今の会社でやらなくちゃいけないことがある。もしいつの日か自分の仕事に納得できる日が来たら、その時にまた考えさせてもらえませんか。返事は急いでないから大丈夫。いつまででも待ってるから。ただいま戻りました。田中、また姫川さくらに呼ばれて会ってきたんだよな。あの冷徹な女社長に気に入られるとか、田中じゃないと無理だろう。営業部の売り上げもほとんど田中のおかげだし、マジですごすぎる。お疲れ様。はい、コーヒー。ありがとうございます。最近田中くん、ちょっと変わったよね。自信に満ち溢れてるっていうか、すごく頼りがいがある感じ。
ねえ、今度は私と一緒にどこか食事に行こうよ。仕事以外の話もしたいし、たまにはいいでしょ。ええ、俺でよければ喜んで。俺はつくづくいろんな人との縁に恵まれていると思う。これからもみんなの笑顔のために頑張っていこう。ちょっと待ってくれ、出て行けってどういうことなんだ。あんたには愛想が尽きたから別れようって言ってるの。この人は新しい彼氏よ。大企業に内定が決まってるエリートの。いつまでも就職が決まらないあんたと違ってね。大学生の俺、田中優斗は同棲している彼女にある日突然そう告げられた。付き合っていた彼女の浮気が発覚し、同棲していたマンションを追い出された。彼女から告白してきて、もともと住んでいた部屋を引き払って暮らしていたんだけど、行く当てもないし、これから一体どうすれば。宿なしはいろいろとまずいし、明日は講義を休んで不動産屋へ行くかって。うわ、最悪だ。雨が降ってきた。このままじゃびしょ濡れだ。どこかに避難しないと。雨から逃げるように慌てて近くの建物に駆け込む。はぁ、降られたし、雨には降られたし、今日はついてないな。ちょっと、そんなところに突っ立っていると邪魔なんだけど。え？あ、ごめん。振り返ると、すごい美人が仏頂面で俺を睨んでいた。急に降ってくるなんて、お互いついてないわね。って、泣いてるの？あ、いや。なんかやたらと荷物も多いし、家出でもしてきたの？なんというか、彼女に浮気されて家を追い出されたんだ。え？何それ、ひどい話ね。まあ、俺の解消がなかったってことですよ。確かにそこまでされて反撃もせず出てきちゃうあたり情けないとは思うけど。うう、痛いところをついてくる彼女に反論できずうめく俺。しかし次に放たれた言葉に俺は驚いた。それにしてもお互いずぶ濡れね。行くところがないなら私の部屋に来ない？え、俺も？ここで放置して行き倒れなんてことになったら寝覚めが悪いから、ほら早くしなさい。女の子に手を引かれて後をついていき、案内された部屋に入る。さ、上がって。私しかいないから気にしなくていいわよ。あのさ、女の子一人なら得体の知れない男を部屋に入れるのは危険じゃないか。あんたそういうことできなさそうだし心配してないわよ。これでも人を見る目はあるんだから。で、なんだこれ、汚っ。うるさいわね。忙しいんだから仕方がないの。私シャワーを浴びてくるから適当に座ってて。覗いたら警察だからね。脱ぎ散らかした服、コンビニ弁当のゴミ、散乱した雑誌と足の踏み場もないくらいで、座るところなんてなかった。座れって言われてもな。よし。あー、さっぱりした。あんたもシャワーを…で、え？部屋が綺麗になってる。あ、ごめん、座るところがなかったから勝手に片付けさせてもらったよ。それは別にいいけど、この短時間でこれだけ片付けたの？片付けは得意なんだ。俺を追い出した彼女も片付けができない子だったから自然と身についたのもあるけど。へえ、あ、そうだ。そういえばまだ名前を聞いてなかったわね。そういえばそうだね。俺は田中優斗、大学生だ。私は新島遥よ。ふーん、新島遥か。どこかで聞いたような。え、まさか女優の新島遥さん？あら、知っていたのね。全然驚かないから知らないのかと思っちゃったわ。そりゃもう、新島遥といえば出演した作品は軒並み大ヒットの国民的女優だし。説明台詞ありがとう。お邪魔しました。え、どこに行くの？いや、だって国民的女優の新島さんと一緒にいるところを見られたらまずいだろう。マスコミとかいろいろと。一緒に部屋へ入るところ見られてないし、この大雨の中飛び出したらまたびしょ濡れよ。いていいって言ってくれるのはありがたいけど、大丈夫なのかな。ま、部屋にいる限り大丈夫でしょ。それよりこれから。え、何今の？もしかして腹の音？何よ、雨のせいでご飯買えなくて食べてないんだから仕方ないでしょ。まだ何も言ってないけど、あのさ、よかったら冷蔵庫を見てもいいかな？いいけど、どうするの？俺は台所へ行き、冷蔵庫を開けて食材を確認する。コンビニ弁当の容器のゴミが多かったけど、ハムと卵、それとお米もあるな。お母さんが送ってくれるのよ。炊飯器もあるけど自分じゃうまくできなくて。米と水を入れてスイッチを押すだけなのに？まあいいや、ちょっと台所借りるよ。はい、できた。へえ、あんた料理できるんだ。味は保証できないけどね。まあ今は食べられればいいわ。いただきます。
ごちそうさまでした。こんなに美味しい料理を食べたのは初めて。あんた料理人だったの？いやまさか、元カノが味にうるさい人だったから料理の腕が磨かれたんだ。そう、なら元カノに感謝しないとね。それでユウトはこれからどうするの？洗い物をしたらやっぱり出ていくことにするよ。駅前まで行けば漫画喫茶とかビジネスホテルがあるし。今日だけじゃなくて今後のことよ。家もないんでしょ？そうだな、明日は講義を休んで家探しかな。ならさ、ここに住まない？は？部屋を貸す代わりにユウトには家事をしてほしいのよ。今日はたまたまオフだったけど、私は女優で忙しいから家のことまで回らないの。でも男の俺が出入りするのは。それに家政婦さんとかは。家政婦さんは一度雇ったことがあるんだけど、口が軽い人だったのよ。それで家が特定されてファンが押し寄せたことがあるの。それは困るね。だけどユウトは正体を知ってもすぐに出て行こうとしたし、信用できそうかなって。それに掃除と料理上手だし。まあ元カノが何もしなかったから家事スキルは磨かれたけど、私としてはユウトがいてくれると助かるの。それに国民的女優様の身の回りのお世話ができるのよ。確かに家を借りるにしても手続きが面倒だし、すぐに借りられるとは限らない。とりあえず住まわせてもらえれば落ち着いて家探しができるから、この提案は魅力的だ。じゃあ俺の家が決まるまで住まわせてもらおうかな。オッケー、決まりね。部屋は奥にある衣装部屋を使ってもらうけど、他に何か必要？ありがとう、必要なものは大体持ってるから大丈夫だよ。それじゃあ私は明日仕事があるからもう寝るわ。うん、俺もなんだか疲れたし寝かせてもらおうかな。おやすみなさい。こうして俺は国民的女優のはるかさんと同居し、家事代行をすることになった。ただいま。あー、撮影でリテイク4回とかへこむわ。お疲れ様、大変だったな。夕飯もうできてるから。わ、ハンバーグ？もしかして手作り？つまみ食いしないでよ。いいでしょこれくらい。おいしい。疲れた。服は部屋で脱いでくれよ。そんなことするから散らかるんじゃないか。今はユウと書いて片付けてくれるからいいもん。だらけてるな。ご飯まだ？おはよう。おいおい、そんなだらしない格好、ファンの人が見たら泣くぞ。別にいいじゃない、見られることなんてないし。俺が見てるんだけど。ユウタはいいの。それより今日のおかずはなーに？うわ、くっつくなって。テレビの向こうで見ていたはるかさんとは全然違い、家での彼女はだらしないを具現化したような人だった。仕事が終わればただの新島はるかだと豪語し、だらけ切ってしまう彼女は日を追うごとにスキンシップが増え、甘えるようになってきた。俺はそんなはるかさんをだんだん意識するようになってしまう。だけど彼女は女優、俺みたいな家事代行の居候が好きになっていい相手じゃない。それにしてもユウトと暮らすようになってから部屋は毎日綺麗だし、料理は美味しいし、で引き止めてよかったわ。そう言ってもらえるとホッとするよ。俺家賃も払ってないしさ。この快適な生活が手に入るなら家賃なんて安いものよ。というか事務所が払っているんだけどね。そう言って舌を出して笑うはるかさんにドキッと胸が高鳴った。どうしたの？私の顔に何かついてる？いや、なんでもないよ。あ、そうだ、探していた家だけどなんとかなりそうなんだ。来週部屋を見に行くことになった。え、出て行っちゃうの？うん、やっぱり恋人でもない男がいつまでも家にいるのは良くないと思うんだ。でも私がいいって言ってるんだし。スキャンダルを狙っている人がどこで見ているかわからないから、どちらにしてもいつまでもいられない。それは俺は遥香さんのことが好きになりつつある。だからまだ一緒にいたいけれど、そもそも住む世界が違うのだ。恋人でもない男が家にいるのが良くないと思うのならいっそ。え、はるかさんは何かをつぶやきながら部屋へと戻っていった。怒ってたみたいだけど、こればかりは仕方がない。俺たちは離れるべきなんだ。それから数日間、はるかさんが忙しくなったとのことであまり顔を合わせなくなり、俺は少し寂しさを感じながらもいつも通り掃除と料理をこなしていた。そろそろ家の契約が決まろうとしたある日のこと。さて買い物終わりっと。はるかさん今日も遅くなるのかな。あら、ユウトじゃない。お、はるかさん今日は早かったんだね。うん、今日はユウトに話があって早く帰ってきたのよ。早く入りましょう。今の音は？これはとんだスクープだぜ。新島はるかの家をやっと見つけたと思ったら男と一緒とはな。ねえ聞かせてくれよ、兄ちゃんは新島はるかとどういう関係なんだい？この人マスコミの人だ。まずい、俺のせいではるかさんがスキャンダルのネタになってしまう。家事代行だと言おうとしたところで、はるかさんが一歩前へ出て男をまっすぐ見据えて言う。この人は私がただの家事代行として雇っている人だけど。
きりと俺のことを家事代行だと告げるはるかさん。それはそうだよな。俺ははるかさんにとってただの居候でしかないのだから。だが、だけど恋人になる予定の人よ。記事にでも何でもするといいわ。そっちの方が好都合だし、その時は事務所を通じて正式に発表させてもらうわ。マジかよ、こうしちゃいられない。発表されるより前に記事にしないと。男は大慌てでこの場から走り去っていった。あのはるかさん、さっきのは一体外堀から埋めようと思って行っちゃった、はあ、あんなこと言われたら困るよ。はるかさんのためと思って俺は家を出るつもりだったのに。私のためを思うなら一緒にいてくれた方が嬉しいわよ。それで返事は？ニヤニヤと意地の悪い笑いを浮かべるはるかさんに、俺は顔を赤くしながらそっぽを向いて答える。好きだよ。仕事をしっかりするはるかさんも、家でだらしない姿を見せるはるかさんも。だから俺からも言わせてくれ、恋人になってほしい。よくできました。これからよろしくね、ゆうたくん。満面の笑みを浮かべるはるかさんはとても魅力的で、俺はそんな彼女を精一杯支えていこうと思うのだった。そして俺がはるかさん所属の事務所に就職が決まるのはまた別の話。返してよ。ほんとだ、こいつすぐ泣くじゃん。ねえ、面白いだろ。お前らまたやってるのか。ユートだ。自分より小さい子を泣かしちゃダメだってお父さんに習わなかったのか。うるせえ、いつもいつも生意気なんだよ。本気パンチを食らえ。うわー、ダメ。はい、ミカちゃん、あいつらに意地悪されたらまた言ってね。ありがとう。でもユウくんいっぱい怪我してる。こんなのすぐ治るよ。じゃあね。かっこいい。私もいつかあんな風になれるかな。うん、なるんだ。ユウくんみたいに強くてみんなを守れる、そんな大人の女の人に。俺の名前は田中優斗、今日から高校生だ。さすがに10年ぶりとなると結構変わってるもんだな。俺はもともとこの町に住んでいた。でも小学校に入る時に親の都合で引っ越して今年また戻ってきたところだ。あの頃の友達も何人か同じ高校にいるらしい。会うのが楽しみだ。ゆうと、久しぶりだな。幼稚園以来だな。高校でも同じクラスとは思わなかったよ。他のクラスにも何人か知ってるやつがいるぞ。俺は情報通だから全員把握済みだ。ちょうど探してる女の子がいるんだ。その子もこの高校にいるかな。任せろ。で、名前は？近所に住んでたミカちゃん、斉藤ミカって言うんだけど、知ってる？斉藤ミカ？あの斉藤ミカのこと？お前、斉藤ミカと幼馴染だったのか？何？ミカちゃんがどうかした？悪いことは言わねえ。あいつのことは諦めろ。もう俺たちとは住む世界が違うんだ。どういうこと？驚くなよ。斉藤ミカはここらで最強のレディースで総長を張ってるんだ。まさか。本当だって。血祭りにあげた暴走族や不良グループは数知れず。噂じゃ斉藤美香が高校生に上がるとき、市内の高校の番長たちが揃って挨拶に来たって話だ。信じがたいけど本当みたいだね。お、急に素直に信じたな。だってほら、お前の後ろに本人が。え、いつからそこに？ごめんなさい、ごめんなさい。ユートが何でもするから許して。ユウくん、本当に帰ってきてたんだ。うん、今年からね。ずっといるんだよね。この町も久々だろうし、私が案内しようか？そうしてもらえると助かるよ。でも本当にレディースになってたんだ。あいつはあの斉藤美香と普通に話してるぞ。波の人間なら彼女の圧を浴びただけで思わずひれ伏してしまうとまで言われてるのに。総長の方もいつもと雰囲気が違うような、あんな嬉しそうな顔してるの見たことある？ないない。田中優斗、一体何者なんだ？総長から話は聞いてます。相手が年上だろうと何人いようと全くビビらなかったとか。そんな昔の話を。総長のピンチをさっそと救って見返りも求めずに立ち去るお高ぶり、恥ずかしかっただけなんだけど。引っ越す前には市内の小学生全員を占めて支配下に置いていたとか。うん、さすがにそれは持ってる。それでレディースってどんなことをしてるの？やっぱり盗んだバイクで走り出したり？いや、そういうのはやらないらしい。そうなの？よそから来た不良から学校を守ったり、度が過ぎた暴走族を解散させたりしてるって聞いてるな。俺が引っ越した後、この一帯はかなり治安が悪くなったそうで、学校を守るためにミカが立ち上がってできたのがこのレディースなのだという。へえ、正義のレディースなんだ。レディースに正義も何もないって。だとしても立派だと思うよ。みんなを守ってるんだから。ありがとう。私もさ、あの頃のユウくんみたいにみんなを守りたくて。俺みたいに？
不器用だからこういうやり方しかできなかったけど、ゆうくんに認めてもらえて本当に嬉しい。ちなみに普段は河川敷に集まってサッカーやったり、峠までツーリングしたりしてるらしいぞ。普通に楽しそうだ。ゆうくんは不良ではないよね。残念ながらね。じゃあ今度は私が守る番。困ったことがあったら言って、すぐに行くから。総長、ちょっと。どうした？さっき連絡があって、どうも臨死の連中がうちらを狙ってるらしいです。助っ人を呼んだって噂もあります。なんだってこんな時に。じゃあゆうくん、また今度ね。うん、またね。それから何日かして俺はミカのクラスを訪ねた。あの、ミカって来てます？昨日からスマホも繋がらなくて。昨日から来てないよ。私たちも連絡つかないの。妙だな。斉藤が？ああ、確かに来てないな。何か知りませんか？知らないな。ま、平和でいいじゃないか。そこが多少いいと言っても所詮はレディースなんだし。へっ。学生や学校を守るのは先生の仕事でしょ。それが頼りないから生徒が体を張ってるのに。言うにこと書いてそれですか？おっしゃる通りです。失礼しました。ちょっと休養ができたので早退します。この前ミカが受けていた連絡、あれが原因だとすれば急がないと危ないかもしれない。おい、大丈夫か？すみません。しつこく来やがって。人数ではこっちが勝ってんだ。参考体制でチクチク攻め続ければお前らに勝ち目はねえって寸法よ。喧嘩にシフト制導入してんじゃねえ。その程度で私らが潰れると思ってんなら大笑いだ。俺は抜け目のない男だ。万全を期してやる。先輩、お願いします。なんだ、こんなガキの相手に呼ばれたのか？とんだ跳ねっ返りでして、叩きのめしたら好きにしていただいていいんで、何卒。好きにね。お前らすぐ逃げな。総長、あんなの私一人で十分だ。そんな、一緒に戦います。いらないっつってんの。だいたい今日だって学校やってんだぞ。遅刻でいいから出席してきな。かっかっか、泣かせるね。覚悟しな。俺に1日2回の紅茶を入れるメイドにしてやるぜ。絶対に嫌だ。ここまでなの？メイド最高。自分より小さい子を泣かせちゃダメだってお父さんに習わなかったんですか？ゆうくん、どうしてここに？友達に情報通がいてね、手がかりをもらって駆け回っただけだよ。え、今のセリフ前にもどっかで。え、お前あの時の引っ越したはずじゃん。あの時の今年から帰ってきたので、またよろしくお願いします。帰ってきただと？なんだこのもやしんきゃ。お前は俺が相手してやるよ。ぐぇーで、つえーぶ、バカな、リーダーがワンパンで。ワンパンどころか見えもしなかったぞ。先輩、あいつめちゃ強いですよ。くそ、ビビってんじゃねえ。全員で一斉にかかれ。ゆうくん、危ない。で、全滅。引っ越した先でもトラブルばかりで飽きたから、こっちでは静かに暮らそうと思ってたのに、どうしてくれるんですか？どうしろってんだ。そうですね、俺は平和に暮らしたいんです。だから皆さんはミカに負けたことにしてください。そして二度と人に迷惑をかけないこと。いいですね？わかりました。置いてかないでくれ。みんな怪我は大丈夫？ごめん、私が守るなんて言ったのに。ミカは学校を守ってるんでしょ？だったらミカは俺が守ればいいだけだよ。かっこいい。やっぱりユウくんは昔と全然変わってない。そして翌日の昼休み、ユウくんお弁当作ってみたんだけど。ミカが？すごい、ありがとう。えへへ、飲み物いりますか？マッサージしましょうか？制服にブラシかけときますね。私らずっとユウトさんについていきますから。あはは、お構いなく。おい、お前ら、ユウくんが困ってるだろうが。そこくっつくな、もっと離れろ。そんな、独り占めはなしですよ、総長。告白する勇気もないくせに。バカ言うな。そういうのはもっと順を追ってたな。っていうか、本人の前で何言ってるんだ。レディース全員揃ってるし、斉藤美香もあんなだし。ユウト、これどういうこと？秘密かな。静かな高校生活にするつもりだったけれど、どうやら賑やかな3年間になりそうだ。
俺は田中優斗、冴えないサラリーマンだ。とある飲料メーカーで経理部に所属している。休憩所のゴミ箱が溜まってるな。コーヒーメーカーの掃除とお菓子の補充もしておこう。花に水もやらないとな。おいおい田中、そんな雑用してないで仕事を進めたらどうだ。お前がもたもたしていると同期の俺にまで迷惑がかかるんだよ。すまん、すぐにやるから。頼むぜ。田中は同期の中で一番仕事が遅いんだからさ。あはは、お前はすごいよな。経費の処理も早いし。当たり前よ。こりゃ近いうちに花形の営業部に呼ばれるかもね。ま、田中は一生無理だろうけどね。営業部ね、確かに憧れはあるけど、俺は経理部もいい部署だと思うよ。はあ、わかってないな。経理部も大事だけどよ、俺はやっぱり営業部でバリバリ稼ぎたいわけよ。こっちは地味っつうかなんつうか。お前らしいな。そうだ、知ってるか？最近社長が営業部の強化を目論んでいるって噂だ。そうなのか？人材を探しているらしいから、間違いなく俺は選ばれるっていうわけよ。田中とも短い付き合いになるかもな。まあせいぜい頑張れよ、じゃねん。営業部か。うちの会社の営業部は成績もいいし、よく表彰されてるからちょっと憧れる。ってまずは経理の仕事を素早くできるようにならないとな。今日も疲れた。決算前は忙しいよな。あれは女の人が困ってる。どこ行っちゃったの？どうかしましたか？ちょっと落とし物をしてしまいまして、この辺りにあると思うんですけど。そうですか、よかったら手伝いますよ。いいんですか？お忙しいんじゃ。ちょうど仕事が終わったところなので大丈夫ですよ。何を落とされたんですか？ではお言葉に甘えて、ネックレスです。小さなダイヤのついた。それは大変だ。一緒に探しましょう。きっと見つかりますよ。あった、これですよね。それです、よかった。本当にありがとうございました。助かりました。何かお礼でも。いえいえ、お気になさらず。じゃあ俺はこれで。ちょっと。結構遅くなっちゃったな。あれは新ジャック、新ジャックどうしました？help。 新ジャックどこ？新、はあ、新宿ですね。こっちです。あ、じゃなくて follow me。 Thank you。 あなた優しいね。いえいえ、このくらい普通ですよ。さあ行きましょう。 Let's go。 会社の前で人助けしたと思ったら、次は外国人の案内？今度は酔っ払いの解放に子供の相手。帰る時間はどんどん遅くなってるのに、あんな笑顔で。もはやお年寄りに席を譲ったくらいじゃ驚かないわね。うちの会社にこんな子がいたなんて。ちょうど素敵な人材を見つけちゃったわ。次の日、おはようございます。おい田中、社長が探してたぞ。出社したらすぐ社長室に来いってさ。社長が？お前何したんだ？ついに仕事ができないのがバレてクビになるのかもな。ははそうじゃないことを願うよ。とりあえず行ってくる。新島七瀬社長はめちゃくちゃ美人だからな。二人きりだからって変なこと考えるなよ。そういう話をすること自体失礼じゃないか。失礼いたします。来たわね、田中くん。で会ってるわよね。うんうん、顔写真から探した甲斐があったわ。はい、経理部の田中優斗です。それでお話があると伺ったのですが。そのことなんだけどね、田中優斗くん、君は来週から営業部に移動よ。今週中に荷物の移動と引き継ぎを終わらせてね。営業部ですか？もしかして嫌だったかしら。一応うちの営業部は花形と言われているし、今よりも給料を上げられるのだけれど、まあ別に無理強いするつもりはないわ。いえ、嫌というわけじゃ。ただ俺はその決して仕事ができるというほどじゃないんですけど、もっとふさわしい人や移動したいって言ってる人もいますし。あら謙虚ね。でもね、他でもない私が田中くんが営業部にふさわしいと思ったのよ。それは光栄ですが、なぜでしょう？それはね、実は昨日の行動をごっそり見させてもらったの。見つけたのが偶然だけれどね。昨日何か特別なことをしましたっけ？そう、それよ。あれだけたくさんの人を助けておいて、それを特別だとも恩を着せたとも思ってない。ともすれば損をしかねない性格だけど、私にはそれが美しく見えたわ。そうですか、恐縮です。それで僕を営業部に？え、そうよ。僕なんかで大丈夫ですか？その褒めていただいた点も営業に向いているとはとても思えないんですが。いいえ、私の目に間違いはないわ。あなたには才能がある。それでどうする？営業やってみたくない？ご迷惑をおかけするかもしれませんが、やってみたいです。よろしくお願いします。うん、よろしい。じゃあ早速人事部に伝えておくわね。言っておくけど、営業部に入ったからにはバリバリ働いてもらうわよ。
突然のことで頭がついていかないけれど、俺は営業部に配属されることになった。営業部といえばみんなが憧れる花形部署だ。俺なんかがやっていけるか不安だけど、新島社長の言葉を信じて頑張ろう。なんで俺じゃなくて田中が営業部行きなんだよ。俺の方が仕事できるし頑張ってるのに。ごめん。謝んなよ。くそ。いいか、先に行って待ってろよ。すぐに俺も行って追い抜いてやるからな。本日はありがとうございました。新商品の件、何卒ご検討ください。はい、商品については持ち帰らせていただきますが、個人的な意見を述べますと、非常に楽しい時間でした。ありがとうございます。御社にもあなたのような営業がいたんですね。結果楽しみにしておいてください。思ったよりも好感触だったな。営業難しいけど楽しいぞ。よし、次の取引先に向かおう。さすが花形部署、仕事が多いな。社長の期待に応えられるよう頑張るぞ。お時間いただきありがとうございます。先日ご連絡した。あの時の。確か道でネックレスを落としていた。そうです、すごい偶然ですね。ごめんなさい、テンション上がっちゃって。いえ、こちらも巡り合わせに驚いていたところです。あの時はお世話になりました。田中さんとおっしゃるのですね。まさか取引先の方だったとは。恩もありますし、ぜひこれからも良い付き合いをしていきたいですね。いえ、あれはプライベートでのことですから。え、ここは恩を着せるところですよ。でも恩はなくても田中さんは信頼できますから、ぜひお願いしたいです。そういうことなら。おう、あなたは。こんなことあるんですね。また知り合いだなんて。あなた素晴らしい人、全部買います。ははは、ありがとうございます。田中君、もう営業には慣れた？はい、その意外と好感触で驚いたと言いますか、それに偶然も重なりまして。そう、私にとっては意外でも何でもないわよ。あなたは人に好かれる才能があるもの、絶対うまくいくと思っていたわ。光栄です。でもこれからですから、ビギナーズラックかもしれませんし。相変わらず謙虚ね。でもそうね、田中君ならこれからどんどん成績を上げられると思うわ。営業部に異動になってから半年が経った。がむしゃらに働いた結果、自分でも信じられないことだけど、まさかの営業成績1位になることができた。くっそー、見直したぞ。言うと、そんなに仕事ができるやつだったなんて。みんなのおかげですよ。だが俺もついに営業部に来たからな、すぐにその座はもらうぞ。ああ、負けないよ。言うようになったじゃねえか。田中君、1位おめでとう。新島社長、ありがとうございます。社長のご指導のおかげです。いいえ、あなたの努力が実ったのよ。ほらね、私の目は間違ってなかったでしょ。はい、俺営業部に来てよかったです。それで今日の夜空いてるかしら。夜ですか？はい、接待でしたら任せてください。違うわよ。もうなんでそんなに自己評価が低いの。私と二人で1位のお祝いでもしましょう。いいお店連れて行ってあげるわ。いいんですか？もちろんよ。めちゃくちゃ美味しいです。こんな高そうなバー来たことなくて。あら、営業ならこういう経験もしておいた方がいいわよ。ここ接待にも使えるから覚えておいてね。はい、ありがとうございます。そうね、仕事の話はこれくらいにしましょうか。でも勉強のために連れてきていただいたのでは。違うわよ、私が個人的に田中君と飲みたかったの。だからほら、そんな仕事モードじゃなくてもっと気を抜いていいのよ。そうだったんですね。でもこれが素なんです。そうだったわね。社外で見た時のそんなあなたに惹かれたんだった。新島社長、もしかして酔ってるんじゃ。ねえ田中君、田中君は顧客に好かれているみたいだけど、それ以外にも好意を寄せられていることに気づいてる？え、私も好きよ、田中君のことが。もちろん恋愛の意味で。俺のことが好き？え、あなたの誰にでも優しくて人助けを苦にしないところがとっても。だから結婚を前提に付き合ってほしい。その、実は俺も社長のこといいなって思ってました。俺なんかでよかったら喜んで。それから俺と新島社長、いや七瀬は恋人になった。彼女になった七瀬は奥手の俺を引っ張ってくれるかっこいいところと、疲れた時は甘えてくる可愛いところがあって、どんどん好きになっていく。会社の業績もうなぎ登りで、俺の成績も1位をキープ中だ。社長、それは何を見てるんですか？これ、ゆうとがくれた婚約指輪よ。俺たちはこれからも夫婦として共に歩んでいく。俺の名前は田中優斗。しがない営業サラリーマンだ。今日も仕事を終えて自宅へと帰ってきた。あれ、隣に電気がついてる。引っ越してきたのかな。俺が引っ越してからずっと住人がいなかった部屋に明かりがついていた。どうやらついに借り手が見つかったらしい。あ、
あら、隣の方、こんばんは。入れ違いでお隣さんが出てきて挨拶をしてくれたんだけど、やばい、超美人で好みなタイプだ。ちょうどご挨拶に行こうと思っていたのでラッキーでした。あ、俺も帰ってきたところなのでラッキーですね。あ、俺田中優斗です。私は伊藤彩音です。笑った顔も可愛い。彼氏いるのかな。いるんだろうな。びっくりした。私の名前は伊藤彩音。今日このマンションに引っ越してきたんだけど、隣の人の顔を見て驚いた。見たことがある人だったからだ。あれは夏のものすごく暑い日だったと思う。炎天下にスーツを着て私の会社で営業をしていたからよく覚えている。飛び込みだったみたいで部長が苦笑していた。だけど汗だくでも笑顔の彼に押されて結局話を聞いたのだとか。あの笑顔が本当に楽しそうで覚えていたのよね。田中さんは私のことを覚えていないみたいだけど、あの堅物で有名な部長を懐柔した彼に興味あるのよね。また機会があったら話してみようかしら。会えるといいけど。では納期はこれくらいで。うむ、田中くんは仕事が早くていいね。よろしく頼むよ。ありがとうございます。いやー、すんなり通って助かりましたよ。ははは、君の熱意は伝わってくるからな。では下まで見送ろう。あれ、伊藤さんじゃないですか。この会社で働いていたんですね。田中さん、え、奇遇ですね。およ、お互い面識があるのかね。もしかして付き合っているとか。違いますよ部長、家が隣なんです。ごめんなさい、うちの部長が変なこと言って。いやいや、全然、部長さんにはお世話になっています。むしろそうなってくれたら、なんて。え？いや、なんでもありません。それにしても、家が隣ですけど、意外と会いませんよね。そうですね、私も帰りが遅くなったりしますし。ええ、それに俺は休みの日はほとんど寝て過ごしているんですよ。一人暮らしってそうなりますよね。ご飯はどうしているんです？コンビニ弁当か、帰りにどこかで食べて帰る感じですよ。おっと、会社に戻って報告しないと。それじゃ。伊藤さんはあの会社にいたのか。顔を出すことも多い会社になったし、食事にでも誘ってみようかな。いや、会社だと嫌がられるかも。隣だし、いっそ訪問するか。でも親しくないしな。結局伊藤さんに彼氏がいるかもしれないという葛藤から食事に誘うこともなく1週間が過ぎた。やっぱりハードルが高いよな。会社で目があったら手を振ってくれるけど。あ、お兄ちゃん今帰り？カナじゃないか。お前も今帰りか？そうそう、お買い物をして帰ろうと思ってたんだけど、お兄ちゃんを見つけたから声かけたの。なんかブツブツ言ってたけど大丈夫？疲れてる？いや、大丈夫だよ。それなら明日は休みだし、なんか食いに行くか？あ、本当？なら可愛い妹は焼肉が食べたいのです。お前、本当はそれを狙ってきただろう。食べ物をたかりに来たな。何のことかな。ああ、疲れた。早く帰ってお風呂とご飯にしたいわ。カレーでいいか、楽だし。ん？あれは田中さん。せっかくだしお食事に誘ってみようかしら。田中さん。ん？田中さんの隣に女の子。それもあんなに親しげに話してる。いつも会社で見る笑顔があの子一人に向けられていることに胸がチクリと痛くなる。そうよね、素敵な人だもの。彼女がいてもおかしくないわ。もう夕方か。休みの日といっても寝すぎた。そういえば彩音さん、最近会社で姿を見ないけど元気かな。隣の部屋に電気がついているから帰ってないわけじゃないと思うけど、やっぱり彼氏とデートとかしてるのかな。隣に住んでいるのに連絡先も交換してないし。あれ、誰か来たぞ。こんな時間に誰だ。まさか伊藤さんだったり。ヤホー、来たよ。なんだよ、お前かよ。その言い草ひどくない？上がるね。たく、何しに来たんだ。いや、給料日まできつくてさ、ご飯おごって。ストレートだな。まあいいけど、高いのはダメだぞ。ありがとうお兄ちゃん。で、誰か来たみたいだよ。誰だろう。こんにちは、すみません突然お伺いしてしまって。え、伊藤さんどうしたんですか？お昼作りすぎちゃって、お裾分けに彼女さん来ているみたいだし一緒に食べてください。え、彼女？俺に彼女はいませんけど。もうごまかしてもダメです。それにそんなことを言ったら彼女さんがかわいそうですよ。いや、本当にいないんですけど。誰？配達屋さん？うわ、すっごい美人。お兄ちゃんの知り合い？彼女さん。ごめんなさい、私はお隣のものでして。それじゃ田中くん、私はお邪魔しちゃうからカレーで。え、お兄ちゃん？手料理を持ってきたってことは、もしかしてお兄ちゃんの彼女ですか？かな、この人は伊藤さん、隣の人なんだ。ありゃ、そうなの？はじめまして、妹の田中かなです。あ、はい、はじめまして、伊藤彩音です。はい、っていうか、彼女じゃないですね。お兄ちゃん自炊しないから、伊藤さんみたいな人が彼女だったら安心できるのに。
お前が食べ物にありつきたいだけだろ。ちょうど金欠で俺にたかりに来たところだったんですよ。そうなんですね。なら一緒にお昼にしませんか。うんうん、あやねさんがよかったらぜひ。ちょっと片付けさせてください。お昼は楽しかったわ。かなさん面白い子だし気が合うかも。でも一番安心したのは田中さんに彼女がいなかったことね。あの笑顔はやっぱり素敵。よし決めた。うぇ疲れた。今日もコンビニ弁当を。この前食べた伊藤さんのビーフシチュー美味しかったな。また持ってきてくれないかな。あ、こんな時間に誰だ。こんばんは。伊藤さん、こんばんは。どうしたんです。ご飯まだだったら一緒にどうかなって。もちろんいいですよ。この日からほぼ毎日食事のお裾分けをしてくれるようになった伊藤さん、まるで通い妻みたいで俺は幸せだった。だけどどうしてここまでしてくれるのだろう。やっぱり会社で顔を合わせるし、お隣さん付き合いしないと気まずいのかな。やっほー、今日も来ちゃった。で、あやねさんもいる。合鍵渡したらこれか。ああ、最近よく夕飯を食べているんだ。いつも元気よね、かなさん。よかったらどうぞ。いただきます。ほん、相変わらず美味しい。で、兄ちゃんは綾音さんのことどう思ってるの。何を言い出すんだお前。本人お前に。いい加減はっきりしようよ。見ているこっちがやきもきしちゃうし。カナメ面白がっているな。だけど伊藤さんも黙って俺に視線を向けている。俺も男だ。伊藤さん、いや綾音さん、いつも美味しい料理を作ってくれるあなたが好きです。ほー、実は私もいつも笑顔で頑張っているユウトさんが好きです。いったー、おめでとう二人とも。これって私のおかげ。調子に乗るな。そうして付き合い始めた俺たちは、会社が終わると食卓を囲むようになった。今日もあやねの料理美味しいよ。ありがとう、腕によりをかけて作ったんだから。それじゃあ冷めないうちに食べようか。そうね。もしもし、お二人さん、私のこと忘れてませんかね。おう、お前もこっちに来いよ。そうよ、遠慮しないで食べて。はーい。いやー、まさか即日お隣さんを退去して同棲するとは思わなかったよ。だってかなちゃんを彼女だと勘違いした時すごく辛かったもの。俺も絶対あやねに彼氏がいると思ってたからな。まあいいけどね。いただきます。お前もいい人を見つけないとな。これでもかなには感謝しているんだぜ。居心地がいいまま思いを告げずに終わることもあるしな。そうよ、私たちが今こうしていられるのもかなちゃんのおかげだから。ふふん、でしょ。すぐに調子に乗るなお前は。俺とあやねは互いを結びつけてくれた雑なキューピッドを見ながら笑うのだった。中学生の俺、田中優斗は周りから東大も余裕の天才と称されていた。入学以来常に学年トップを維持し、卒業までそれは揺らがなかった。誰もが県内一の進学校に行くものだと思っていた。けれどとある事情から、俺は自宅から一番近い高校に進学した。けれど、おいてめえ、今俺のこと睨んでただろ。ぶっ飛ばされたいのか。上等だよ。今すぐ表に出やがれ。二度と名前消えない口にしてやるからや。俺の進学した高校はとんでもない不良高校だった。偏差値は県内でも最下位で、暴力が支配する世界。学力なんてものは何の役にも立たない。それどころかむしろ賢ければ悪目立ちして標的にされてしまうだろう。特に彼女赤坂美香にだけは、俺が実は頭がいいとバレてはいけない。あんたたち朝っぱらからうるさいよ。すみません。同じクラスの仲間同士で揉めても仕方ないでしょ。赤坂美香は揉めている不良たちに割って入ると、あっという間に場を収めてしまった。赤坂美香はこのクラスのボス的存在だ。毎日のように喧嘩に明け暮れ、並み居る男子相手にも連戦連勝。その戦う姿を見た者は彼女を交渉した鬼姫と。上級生にもその名は轟き、噂では学校一の強さを誇ると言われている。それよりあんたたち、探してるやつは見つかったわけ？頭のいい生徒ですよね。一応何人かは。3組の鈴木という男子生徒ですが、なんと九九を7の段まで言うことができます。いや、それを頭がいいとは言わないでしょ。しかも全部言えないんかい。え？うちの学校で九九をそれなりに言えるのはすごいことですよ。自慢じゃありませんが、俺は3の段までしか言えませんから。俺は5の段までです。6の段が難所なんだよな。あんたたちがバカだってことはよーくわかったよ。とにかくちゃんと勉強のできるやつを見つけて、私の前まで連れてきて。
しかし姉さんは何だってあんなことを。姉さんはこの学校では割と学力がある方だからな。自分より学力があるやつを狩ることで武力でも学力でもこの学校の頂点に立つつもりなんじゃないか。なるほど、さすが鬼姫と呼ばれるお方だ。やり口がえげつねえ。その話が本当なら絶対に俺が勉強できると悟られるわけにはいかない。もしバレたらボコボコにされてしまうだろうからな。ねえあんた田中でしょ。頭がいいって聞いたんだけど、それって本当なの？え、どうしてバレたんだ。俺はカモフラージュのためにテストの時もみんなと同じくらいの点数しか取ってないのに。そうだ、きっと見た目がガリ勉っぽいから誰かが噂を流したのだろう。いやそんなことは根も葉もない噂だよ。ここはしらを切ってみせる。ふーん、あんたは中学の頃東大も余裕の天才だった。同じ出身中学のこいつがそう教えてくれたんだけど。げ、お前は3年の時同じクラスだった松山、この高校に進学してたのか。田中はうちの学校で一番頭が良かっただろ。テストも入学以来ずっと学年トップだったし、本来ならこの高校に来るようなやつじゃないよな。こいつ赤坂の意図にも気づかず嬉しそうにペラペラと話しやがって。証人が出てきたら言い逃れできない。ふん、どうやら話は本当みたいだね。田中、私は自分より勉強ができるやつを探してた。ようやく会うことができて嬉しいよ。姉さんのあの目、獲物を前にした獣のそれだ。あいつを買って学内一の秀才の座を手に入れるつもりなんだ。逃げ場もないからこのままだとやられてしまう。田中、これはお願いなんだけどさ、私に勉強を教えてくんない？話し合おう。暴力を振るったって何の解決にもならないぞ。って、え、今勉強を教えてって言ったか？そうだよ、私に勉強を教えてほしい。授業を聞いててもちんぷんかんぷんだしさ、質問に行っても教師連中は私を見ると逃げ出すから学ぶことができないんだよね。けどどうして急に勉強をしようと？私の動機の話は別にいいでしょ。選んでよ、私に勉強を教えるか校庭に埋められるのかを。なんだその恐ろしい二択は。拒否権ないじゃないか。そして結局俺は赤坂に勉強を教えることに、放課後に数学の勉強会をすることになったわけだけど、赤坂はどれくらい理解してるんだ？ふふん、舐めないでよ、ちゃんと九九は言えるから。それは頼もしいな。いざ教え始めると赤坂は飲み込みが早かった。なるほど、この時はこの公式を当てはめればいいわけね。そういうことだ、理解が早くて助かる。あんたの教え方が上手だからよ。けど分かるようになると楽しいね。最近の姉さん喧嘩もせずにずっと勉強してるよな。一体どうしちまったんだ。人間相手じゃなくて参考書にメンチ切るようになっちまったし、勉強ってのはそんなに面白いのか。そんなに気になるのならあんたたちも勉強会に参加しなよ。え、俺たちが勉強っすか。田中は教え方上手だし、あんたたちでも理解できるね。田中、こいつらもいいでしょ。俺は別に構わないよ。放課後の勉強会には人が増えた。 X に Y だ。数字になんで英語が出てくんだよ。ここは日本だぞ。右に習えって言葉を知らねえのか。 X と Y なんざ俺がぶっ飛ばしてやるよ。こらこら、ぶっ飛ばすんじゃない、ちゃんと丁寧に説明していくから。おお、溶けちまったじゃねえか。え、もしかして俺って天才だったのか。勉強悪くないじゃねえか。どうやら俺は学びを得る楽しさに目覚めちまったぜ。もっといろんな問題を倒してやる。あいつらものめり込んだみたいだね。まだまだレベルは低いけど、でもよかったよ、喧嘩なんてしてても先がないから。赤坂が勉強しようと思ったのは将来を見据えてのことなのか。そういうこと、大人になったら暴力より学力の方が役に立つでしょ。私はこれまで散々親に迷惑をかけてきたからね。大学に進学してちゃんと就職して恩返ししたい。だから勉強しようと思ったの。そうだったのか。田中は賢かったのにどうしてこの学校に進学したわけ？保育園に通う妹の送り迎えをするためだよ。うちは母親しかいないから、俺がそうしないと面倒を見る人がいない。それにどこの高校に行こうが大学は受けられるからな。ふーん、なるほどね。私にとってはあんたがうちに来てくれてよかった。勉強を教えてもらうことができたし、他の連中も少しはマシになった。あんたのおかげでこのクラスはいい方向に進んでるよ。そう言ってもらえると自分の選択を肯定できるよ。後日、俺が校舎裏を歩いていた時だ。突如として上級生の不良に捕まった。お前が田中優斗だな。聞いたぜ、最近赤坂に勉強を教えてるそうじゃねえか。だとしたら何ですか。今まで喧嘩ばかりしてきたやつが急に勉強なんぞに打ち込みやがって、気に入らねえ、ぶっ潰してやる。おいお前、痛い目に遭いたくなかったら今後一切赤坂に関わるのはやめろ。その命令は聞けませんね。
なんだと？赤坂はこれまでの行いを改めて前に踏み出そうとしてるんだ。頑張ってるやつを笑うのは構わない。だけど足を引っ張ろうとするな。あいつの邪魔をしようというなら俺が許さない。チッ、ひょろがりが生きりやがって。ぶっ飛ばしてやるよ。待ちな、田中に手を出すのは私が許さないよ。赤坂、私に文句があるなら直接かかってくればいいもの。こそこそと卑怯なやつだ。覚悟はできてるんだろうね。すごいな、上級生をワンパンで倒すなんて。言っとくけど私喧嘩では誰にも負けたことがないから。それに最近は勉強漬けだったからね。いい運動になったよ。あ、それはよかった。それよりありがとね。さっき私のために怒ってくれたでしょ。頑張ってるやつの足を引っ張るのは許さないって。あれさ、すごく嬉しかった。ああ、改まってお礼を言われてドキリとしてしまった。そして後日、見てよ田中、この前のテスト90点だった。こんな点数を取ったの小学校以来だから嬉しくてさ、思わず親にも見せちゃったよ。赤坂は頑張ってたからな、報われてよかった。それにしても前にも増して気合が入ってるよな。まあね、モチベーションができたから。モチベーション？そう、田中と同じ大学に進学したいって。私あんたのことが気に入ってるからさ。赤坂、言っておくけど俺が進学する大学は難しいぞ。ちょっと、言ったでしょ、私はこれまで誰にも負けたことないって。だからこれからも私に勉強教えてよね、先生。あ、もちろんだ。高校生の俺、田中優斗と桜彩香は幼馴染だ。お互いの家が近所ということもあって、昔はよく2人でゲームをしたりして遊んだものだ。高校生になってからはクラスこそ一緒だけど、たまに会話する程度の仲。まあ学年が上がっていくと自然とそうなっちゃうよな。あ、ねえねえ優斗、今日もう予定ないんでしょ、一緒に帰らない？ああ、いいよ。たまたまタイミングがあった時にはこうして2人で下校したりする。俺と彩香は他愛のない話をしながら歩いた。へえ、ユートって今彼女いないんだ。今っていうかずっとだよ。こんな陰キャに彼女なんてできないだろ普通。でもユートは結構友達多いし、女の子とも知り合う機会ありそうなのに。そう、俺は陰キャであるにもかかわらず意外と交友関係が広い。人当たりそのものは悪くないのもあって、相手からすると話しやすいのだろう。ユートって装飾系男子だもんね。女の子の知り合いがいたとしても恋愛にまで発展しないか。うるさいな。お前はどうなんだ、彼氏とか？いません。いたらユウタとこうして一緒に帰らないでしょ。言われてみればそりゃそうだ。ああ、どこかにいい出会いないかな。私も恋してみたいよ。そうだユウタ、誰かいい人紹介してくれないかな。できればイケメンで、あなたなら友達たくさんいるし、ね。そりゃ別にいいけど。やった、ありがとう。それじゃ楽しみにしてるから。夜、スマホのアドレス帳を見ながら誰を紹介したものかと考える。彩香、確か今まで一度も彼氏いたことなかったよな。だとしたら初彼になるわけで、それなりの相手を選ばないといけないだろう。幼馴染としてはやっぱりいい思い出を作ってほしいもんな。翌日の休み時間、彩香に声をかける。昨日の話だけど、良さそうなやついたよ。イケメンだけど性格も面白いんだ。ぜひぜひお願いします。なんだかドキドキしてきちゃうね。じゃあ俺からそいつに連絡しとくから。本当にありがとね、ユウト。ああ、お安いご用だよ。いきなり手を握られてしまい、思わずドキッとしてしまう。男に対する距離感が近いの、昔からだよな。そして迎えた彩香のデート当日、紹介したイケメンから俺に連絡があった。デート行けなくなったって何かあったのか？おたふく風でイケメンが台無しに。それは大変だな。わかった、映してもいけないしな。とりあえずお大事に。困ったぞ、まさか当日になってドタキャンされるなんて。彩香にそのまま伝えればいいんだろうけど、さすがに少し気が引ける。あいつすごく楽しみにしてたのにな。そうだ、ならこうすればいいんじゃないか。わあ、これなかなかイケてるのでは。鏡の前にいる男は髪をバッチリセットして、服の感じもガラリと変えてみた俺だ。試みたのはイメチェンによる変装。これでイケメンと入れ替われば彩香をがっかりさせずに済むんじゃないだろうか。とにかく待ち合わせ場所に行ってみよう。お待たせ、彩香ちゃんだよね。はい。俺ユートじゃなくてユータロー、今日はよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。それにしてもユータローさんすごくかっこいいですね。私あなたのことタイプかもしれません。嬉しいな、ありがとう。どうやら気づかれていないようだ。第一関門クリア。じゃあ早速行こうか。はい。返事をするなり、いきなり密着してくる彩香。なんだか柔らかいものが俺の腕に当たってるんだけど。
このお店見てみたいんだけど、どうかな。わあ、いいですね。行きましょう行きましょう。私こういう雑貨屋すっごく好きなんです。知ってるよ、昔からの付き合いだからな。見て、あやかちゃん、こういうのとかどう？あ、私そのシリーズ集めてます。それも知ってる、きっと喜んでくれると思ったんだ。これ新しく追加されたやつだ、買っちゃおうかな。そんなに高くないものだし、俺が買ってあげるよ。え、いいんですか？もちろん、じゃあレジに行こうか。ありがとうございます。雑貨屋を出たところで、彩香は俺を見上げてくる。ゆうたろうさんってすごくスマートなエスコートされるんですね。まるで私の好みを全部わかってるみたいな。ちょっと感激しました。よかった、気に入ってもらえたなら嬉しいよ。ゆうたろうさん絶対モテるでしょ、こんなに素敵な人なんだもん。いや、そうでもないよ、なんか俺って装飾系みたいだし。何ですかそれ、全然装飾系じゃないですよ。お前が俺に言ったんだけどな。それからも俺たちはいろんなところを回った。歩き疲れたら内装がおしゃれだと評判のカフェに行ったり。このお店私前から来たかったんです。ああ、前に LINE で言ってたな。だから連れてきたんだけど、初デートでは普通行かないちょっとマニアックなスポットに立ち寄ってみたり。ゆうたろうさん、アニメショップなんて詳しいんですね。実は私もたまに行ってるんです。前のクールに放映してた日常系アニメが好きで、グッズとかいろいろチェックしてるんですよ。いいよねあれ、俺も見てたよ。そして夕方。もうこんな時間か、なんだか名残惜しいな。今日はありがとうございました、ゆうたろうさん、すっごく楽しかったです。一緒に駅の方へと向かうその時だった。ゆうた、お前そんな格好で何してんだ。さくらとデートか。偶然通りがかった男友達に声をかけられてしまう。っていうかこいつ俺のことわかるのかよ。人違いじゃないかな、俺はゆうたろうだけど。何言ってんだよ、あの服ゆうたが前に一度だけ着てたやつだろ。しまった、そういえばこいつの前で着たことあった気がする。髪もいい感じだし、かなりイメチェンしたな。やっぱ彼女ができたから張り切っちゃったのか。違う。照れるなって。じゃあまた明日ね。ゆうたろうくんってゆうとだったの。あやか、まずい。このままじゃ正体がバレてしまう。いや、もうバレてるのか。どっちにしてももうこれ以上の嘘は重ねない方がいいだろう。あやか、ごめん、今までずっと騙していて悪かった。今日紹介するはずだったやつがおたふく風でドタキャンしたんだ。それであやかをがっかりさせたくなくて。だからって変装までしてデートに来る？ひどい。ああ、もう相手がゆうとだって知ってたらあんなに緊張しなかったのに。そうだよな、本当にごめん。あやか、償いとして何でもするから許してくれ。俺はすっかりうなだれてあやかに許しを乞う。幼馴染に一日中騙されてたんだし、カンカンに怒って当然だよな。そんな俺の考えとは裏腹に、あやかは苦笑いのような表情を浮かべている。もういいよゆうと、そんなに謝らなくて。そりゃさっきは一瞬頭に来たけど、今日のデートはすごく楽しかったし、だから特別に許してあげる。ありがとう、あやか。お詫びに今度こそイケメンを紹介するから。もうゆうとに紹介してもらわなくてもいいよ。今日みたいな変なことはしないから頼む。俺に名誉挽回のチャンスをくれ。そうじゃなくて、私にはもうそういうのは必要ないの。だって素敵な人は今日見つけちゃったんだから。そう言ってあやかはじっと俺を見つめてくる。なあ、今言ったのってどういう意味なんだ。まだ伝わってないの？鈍感なんだから。もう時間はこれからいくらでもあるし、まあいっか。さ、帰りましょう。うわ、くっつきすぎだろ。今さら照れないの。それから1週間後、彩香と俺は正式に付き合うことになった。変装デートをしたあの日、彩香は自分の本音に気づいたのだという。優斗に大事にされてるってすごく感じて、好きだって気持ちが抑えられなくなっちゃったの。これからは恋人同士としてよろしくね、優斗。そして週末、改めて彩香とデートに行くことになった。お待たせ、優斗。ごめんね、服選ぶのに時間かかっちゃって。っていうか彩香、近い距離近いって。今日はこれわざとやってるんだよ。だってこのくらいしないと優斗鈍感だし。鈍感って、あのな、これからはいっぱい私に夢中にさせてみせるから覚悟しててよね。そう言って彩香は最高の笑顔を見せてくれるのだった。社会人の俺、青崎優馬は平凡な男だった。会社でも目立たない存在で、別に好かれも嫌われもしていない。当然のように彼女もいない。そもそも異性として認識されているかどうかも怪しい。まあそんな俺にも気になる相手くらいはいるわけだけど。あの水原さん、もしよかったら俺と一緒にお昼食べに行かない？結構です。休憩時間は一人でいたいので、誘われても答えられません。それでは失礼します。
この人が俺が思いを寄せている水原彩香さん。美人だけど愛想のないところからクールビューティーなんて呼ばれている。冴えないヒラリーマンの俺なんて相手にしてくれないよな。というかあの塩太陽を見る限りでは嫌われているまである。ああ、水原さん SNS をしてるって聞いたし、何か愚痴られてたりして、流し見する限りではさすがにそれっぽいツイートは見当たらないけど、そもそも本名ではしてないだろうし、わからないよな。ん？その時ふと目に留まるアカウントがあった。これって誰のアカウントなんだろう。ツイートに出てくるユーマって多分俺のことだよな。今日もユーマさんが私の仕事を手伝ってくれた。誰にでも優しいし素敵な人だな。ランチに誘われて本当は行きたかったけど素直になれなかった私のバカ。どっちの内容も身に覚えがある。それは水原さんとの出来事だった。翌日俺は水原さんに声をかけてみた。おはよう水原さん、今日もいい天気だね。おはようございます。相変わらずのクールな対応。名前も明かしていないアカウントだったけど、あれは彼女の裏垢なんだろうか。仕事の休憩時間に SNS をチェックしてみた。何？朝挨拶してくれたのにまたそっけない態度を取っちゃった。こんなんじゃユーマさんに嫌われちゃうよ。やっぱりこのアカウントは水原さんのもので間違いなさそうだ。ということは今まで彼女が取ってきた塩対応はただの照れ隠しで、本当は俺のことが好きだけど素直になれないだけ。脈がないと決めつけていたけど、諦めるのはまだ早いかもしれない。よし。水原さん、俺のよく行く洋食屋があるんだけど、お昼一緒にどうかな。すみません、遠慮しておきます。いつもの俺だったらここでめげていることだろう。だけど今は彼女の本音を知っているのだ。水原さんのことをもっと知りたいんだ。私のことをですか？まあそういう明確な理由があるのでしたらご一緒してもいいですよ。仕事をしていく上でお互いの理解は欠かせませんし。そんなことを言いながら水原さんは俺についてきてくれた。舞い上がってしまいそうなほど嬉しかったが、なんとかこらえる。ここが青崎さんのよく来るお店。素敵なところなんですね。今なんて？なんでもありません。その日の昼食は緊張しすぎたせいか味なんて正直よく覚えていない。水原さんは口数こそ少なかったものの、いつもより少し雰囲気が柔らかかったような気がする。今日はお誘いいただいてありがとうございました。少しでも楽しんでもらえてたらいいんだけどな。その日の午後の仕事、水原さんは珍しくミスをしていたようだった。すみません、以後気をつけます。彼女の頬は心なしか赤くなっていたような気がする。俺とランチをしたからなのだろうか。例の裏垢を見るとツイートが更新されていた。初めてユーマさんと一緒にランチに行っちゃった。緊張であまり話せなかったよ。変な子だと思われてないかな。これから仲良くなれるかな。いつかは二人で映画とか見に行けたらいいんだけどな。俺はふと思いついた。このアカウントで水原さんの本音がわかるなら、その望みを実際に俺が叶えてあげれば二人の距離は縮まるのでは。よし、早速明日から実践だ。今度の週末って水原さん予定空いてるかな。もしよかったら一緒に映画でも見に行かない？二人で映画ですか？週末は大丈夫です。空いています。わかりました、ご一緒します。映画を通じて意見交換し合うのも仕事に有用なことかもしれませんし。おお、本当に OK をもらってしまった。休日に二人で会うってつまりデートだよな。週末映画館の前で水原さんと待ち合わせる。お待たせしました、青崎さん。休日ファッションの彼女も最高に可愛いぞ。恥ずかしいからあまり見ないでください。映画は話題作だったらしくすごく面白かった。最後のバトルシーン、手に汗握っちゃいましたね。味方を誰も失わせることなく敵を追い払うなんて、私感動しちゃいました。それに主人公の俳優さんが青崎さんに似ていて素敵で楽しそうな水原さんを見て誘ってよかったなと思った。そして週明け。おはようございます、昨日はありがとうございました。全然構わないよ。水原さんはこれまでと変わらず会社ではクールなままだ。彼女の裏垢を見るとまた更新されている。ユウマさんから挨拶されたけどどんな顔したらいいのかわかんないよとのことだった。週末2人で過ごしたせいか、水原さんの照れている姿が目に浮かぶようだ。クールな表情もいいけど取り乱してくれるのも可愛いな。そんなことを思っていると新しいツイートが投稿された。え
もういっそのことユーマさんから告白してくれたらいいのにな。だって恋人同士になればこんなに悩まなくても済むのにとツイートには書いてある。これって本当にそう思ってるのかな。今までのことを振り返ってみるとおそらく間違いないだろう。だとしたら俺が勇気を出しさえすればこの恋は勝ち確なんじゃないか。ある日の終業後、俺は人通りの少ないところで水原さんを呼び止めた。何かご用でしょうか、青崎さん。緊張を振り払い、俺は彼女に告げる。水原さん、よかったら俺と付き合ってくれないかな。付き合う、何を言い出すんですか急に。実は前から君のことが気になってたんだ。二人で映画に行ったりしたけど、あんな時間をもっと過ごしたいなと思って。頼む、OK してくれ。正直に言うと、私も青崎さんのことが好きでした。いつも誰に対しても親切で素敵な人だなって思ってて、だからこんな風に告白されてすごく嬉しいです。私なんかでよければぜひお願いします。さすが価値格支柱、本当に OK がもらえるとは。でもこれでいいんだろうか。水原さんの本心を知った上で告白するなんてちょっとずるいんじゃないか。ごめん水原さん。どうしたんですか急に。実は俺、君の裏垢をいつも見てたんだ。だから自分がどう思われてるのかも知ってて。青崎さん謝らなくてもいいんですよ。やっぱり私の思ってた通り誠実な人なんですね。水原さん笑ってる。俺のことを許してくれるのか。私も青崎さんに言わなくちゃいけないことがあるんです。あなたが私の裏垢をチェックしてたの、実は途中から気づいてました。そうなの。はい、だって私がツイートするたびにそのことを青崎さんが話してくるんですもん。最初は偶然かと思ったけど、何度も続くとさすがにね。そうだったのか。なるほどな、全部途中からお見通しだったってわけだ。でもいいんです、あの裏垢でつぶやいた気持ちは全部本当のことだから。今まで勇気がなくて素っ気ない態度をとっていましたけど、私も青崎さんのことが好き。裏垢を見て告白してくれたのならむしろラッキーって感じです。そういうことで私もズルを一つしたのでお互い様ですね。こんな女の子嫌になっちゃいましたか。そのいたずらっぽい表情に胸がドキンと高鳴るのを感じる。嫌なはずなんてないよ、水原さんのこともっと好きになった。ありがとうございます。優しいんですね青崎さん。そう言ってもらえてとっても嬉しいです。水原さんから自然と笑顔がこぼれる。きっと俺も同じ表情を浮かべていることだろう。俺と彩香が付き合い始めてしばらくが経った。相変わらず外ではクールな彩香だが、最近は俺に甘えてくるようになった。水原さん、青崎と付き合ってるの？と彼女の交際を嘆いている男たちもいるとかいないとか。正直少しいい気分だったりもする。そして家での彩香はベタベタに甘えてくるずっとこうしていたいです。クールな彩香と素直な可愛らしい彩香、そのどちらも俺は大好きなのだった。